チャオ、あっちゃんです。今日は6月の16日土曜日です。はい、お目覚め微妙。はい、やけどちょっとね、パッチリパッチリちょっとね、いつもよりもゆっくり寝ました。はい、今日はね、ガチ寝してお弁当を作る時間には起きませんでしたちょっと後に起きたねそのお弁当の時間じゃなく、お弁当いつも起きんのね、4時55分にタイマーかけて起きんだけど、今日タイマーかけてへんかってんけど、いつもタイマーのちょっと手前で起きんだけども、今日起きたらね、4時じゃない5時半ぐらいやったあ、5時半早っ、でもう一回寝たで、8時から朝ドラ始まるから、でテレビは6時55分にタイマーでつくの、まだそのまま切ってあんねんけども、切ってやっちゃそのまま使ったんでね。でもいつもはもうお弁当作って、子供を起こす時にテレビスイッチ入れるから、だからついとるから、最近タイマー動いてなかったんけど、土曜日はもう時間変えとかなあかんねんけどもね、土曜日まだ目覚めるから覚めろっていう話なんだけど、まあそんなんあれやねんけどね、なんだ、タイマーしかかって、でそれで一回起きて、またで、ああ8時からドラマやもんねと思って寝たんでね、まあね、50分ぐらい経ったら勝手に切れよねん、タイマーは。だから今日勝手について、ね、50分ぐらいもうじき切れますよっていう警告が出んねんけども、55分か50なんかそれぐらい切れんねんけども、あれちょうど1時間か、だから6時55分について7時55分に切れるよね。1時間で1回電源オフになんねんけども、そのタイマーしたら、それで、そのギリギリぐらい手前にまた目が覚めて、あ、ドラマやみやなと思ってで見てんけど、一応ね、保険をかけて土曜日はね、録画してんねんはい、まあそんな話でもね、早速作ってから喋りましょう。はいはい、ということでパン、こっちはい、裏表があんねん、パンは。でないねんけども、あっちゃんは裏表を作ってね。はい、まあ今言ったと思うけどね、パンってこう絶対同じ立方体ちゃう、直方体じゃないから、広いとこ狭いとこは広い方上向けねんね、の方がソースの面が広くなるから、で今日はね、冷蔵してあった宮だれのようなもの、あっちゃん作ってる、ちょっと油も固まってんだけどね、これを塗ります。宮だれのよ、あちゃん宮だれ好きでさ、まあ、宮だれを、ね、買ってたっていうか、こっち売ってへんかったね、福島から送ってもらってて、送ってくれててね、でこっち宮ができたから、こっちでも手に入るようになって、福島の方でスーパーで売ってるっていうか、そう羨ましいなと思ってちょっと下コピで作ってみました。油がね固まっちゃってんけど、牛脂とかハンバーグの油も使ったから、ちょっと油も固まっちゃうんだけど、ええんだけどね、一回チンしてもよかったんけど、まあどっちにしても焼くからいいかと、こんな感じに塗ります。まだもうちょっとまだなんか使えるんでね、置いときます。はい、でここに、ベーコンでチーズ、朝にチーズは欠かせません、ちゃんはチーズが大好きです。はい、チーズは体に悪いっていう人もいてるし、体にいいっていう人もいてる、あっちゃんはいいっていう言葉を信じます。はい信じたもん勝ちな、こんなんは。いくらどこ食べててもね、安全やと思って食べたら安全かも、いや違う、それは違う、何でもいい。はい、ちょっと、これで焼いていきます。はい、行きましょう。コーヒー今ね9時10分やね、あれ見とって、チコちゃんに叱られる見とって、朝ドラ見て、あれ面白いね、あちゃん好きやね、朝ドラも好きやけどね、チコちゃんも好きでさ、朝の楽しみよ土曜日の。はい、今日は赤ワインビネガーを使います。よいしょ、パン食べた時もね、飲み忘れたりね、残ったりですね、だからやねんけど、まあ朝からね赤ワインビネガーを飲んでいきましょう。では食べましょう。はい、できました、宮だれの、宮だれのようなものを使った、チーズトースト食べたいと思います。はい、ではいただきます。の前に、昨日ね、もらったお腹周りの余分な脂肪を減らす、ココアポ EX 飲みましょう。
四畳。はい。では。いただきます。痩せられるかな。痩せるかなって言って、がっつりチーズをいきます。いただきます。あ。うん、美味しい、美味しい。やっぱり数日置いたらタレがさらに宮だれに近づいてきた。なんかまったりなってて、やっぱり置いたらいいかもからね。うん、美味しいね。携帯今ね9時29分やけど電話ありました。ごめんなさい、今日はじゃなくて、ご飯中とかこう録画中は出られへんので、また時間を見て折り返しください。あっちゃんから電話ください。折り返すことはありません、で時間を置いて出られる時に出ます。タイミングよく出られたら繋がるタイミングだと思ってください。ごめんね、折り返しだキリがないの、ごめんね。めっちゃ美味しい。ニヤダレみたいなものいいわ。これはまた作っとこう。肉焼いた油に絡めるんじゃなく、玉ねぎとニンニクをバーってすりおろして、で醤油と何入れたっけ、何入れたっけ忘れた。また、思い出そう。で味付けしてやんか、あれをねそのままの、ね、何もないフライパン、油が入ってないフライパンでやったら固まらへんと思うから、やっぱり油が入ると固まっちゃう。だから普通に使うんやったら油なしで煮詰めたら美味しいと思う。煮詰めたらね、からなるから煮詰めるんじゃなく一回熱入れる。牛脂、ハンバーグから出た肉汁とかね、牛脂とかで入ってるから美味しさはこっちの方が美味しいんだけどね。ただ冷蔵庫置いといたらね固まっちゃうの油が。使うときちょっと温めたいんだけどね。これは美味しいよ。美味しい。久々にさ、ライブ。4時間超えのライブしてる。楽しかったよ。なんかね、すごいなんかまったりしてみんなでゲラゲラ笑って、昨日はさ懐かしいアニメのお話もね、これ楽しかった。最初の頃でライブ盛り上がってた頃、思い出したよ。初心を思い出させてくれてありがとうございますね。
大人になるとね、昨日も言ってたけど、大人になるとね、なんか子供の心って忘れてしまう、ね、忘れてしまうというか、子供のまま生きてたバカにされたりとか、恥ずかしいとかなんかあって、どうかな、思い出してみてね、まだ幼稚園行く前、初めて家族っていうねグループの中で生活し始めて、テレビっていうお友達を見つけて、テレビの中に出てくるアニメのキャラクターとかがこう身近な存在になってきて、ね、小さい頃は恥ずかしさも何もなく、そのヒーローヒロインになりきれて、セーラームーンやとか言って棒持ってさ、ハエたたきとか持ってさ、次に変わってお仕置きよなんてやってたりとか、ね、お母ちゃんのコンパクトパカッてあげて、テクマクマヤコーンとかやってたりとか、ね、魔女っ子めぐちゃんみたいに知らんだよとか言ってやってたりとか、した、しなかった？あっちゃんはした。で、ね、友達とか幼稚園とか小学校で友達とかできてきたら、ね、ヒーローごっことかヒロインごっこやったり、仮面ライダーとかね、キカイダーとか、ゴレンジャーとかになりきったりとか、あったやないかと、やったよね。みたいなのが、小学校の時でクラブとかそんなんね、ないやんか。でも友達とかと集まって、みんなで演劇クラブみたいな作ろうかみたいになって、で、キカイダーごっこしたりとか、ゴレンジャーごっことか用したんよね。そういうの、大人になって、ほんまに、もう、なんていうかな、恥ずかしさとか、自制心とか、羞恥心とか、そういうのを全くなしにして、口開けて、ゲラゲラ笑って、笑い転げて、しょうもないこと言うて笑って、滑ったら滑って、滑ったぞとか言いながら笑いながら、滑ったから恥ずかしくて言わへんの状態で、滑ったも分かりながら滑り芸をできる。いや、もう子供の頃でそうやったと思うね。そういうの、滑っというのをね、天真爛漫さってみんな忘れてると思うよね。それを昨日のライブで思い出させてもらって、みんなと懐かしのアニメ、もちろんみんな年代違うからアニメのあれが違うよね、年代が。でも話していくことに、その年代その年代の同年代の人とかと話が盛り上がって、みんなで盛り上がって楽しかった、こういうのいいよね。でこういうことするとね、何がいいのかって、普段やっぱり実生活で属社会に染まってきて、子供になられへん自分っていうのは何かっていうと、周りの目とかやっぱりそういうの気にしすぎるよね。自分ありきでいいと思うね、あっちゃんは。だから周りの目を気にしすぎて、やりたいことができへんかった。で、だいたいね、亡くなる人最後に一言言うのが、もっと自分に正直に生きて楽しんだらよかったっていう言葉を残す人が多いらしいね。いや、そういう後悔を残さずにね、なんとかな、後悔を残さず、あ、この時代に生きてよかったなって言える人生を送りたくない、あっちゃんを送りたい、だからあっちゃんは永遠の13歳で、キャラって言いながらも、永遠の13歳何かって言ったら、13歳がちょうどギリギリの節目ちゃう、そういう羞恥心があるかないか、ちょっとあっちゃん遅いかもわからんけど、でも13歳って小中学校1年生っていうのが、ギリギリ子供と大人の間ぐらいちゃうかな、そういう葛藤で大人になっていく子、まだ子供のまんまの子、子供の心を忘れられず大人になりたくないピーターパンみたいな、そういう年代ちゃうかなって思うね。やっぱ永遠の13歳で、いろんなことがあって、あっちゃんの子をね、心の中の精神年齢止まっちゃったけど、永遠の13歳でよかったなって。まあ、みんなこんなで。今ね、テレビにね、カートを乗ってる女の子やってるね。いいね、なんか
父ちゃんがバブル世代になんかあれやってて、バーテンダーやってて、 F1 ちょバブルの時 F1 流行ったから F1 乗りたいと思ってカートやって、で娘ちゃんにもカートを乗せて、娘ちゃんが優勝したってお部屋です。ね、なにちゃん子供にはレースさせたくないけどね、危ないから何を言うねんって、自分がいろんな好きこってやってきたけどやっぱり心配、うん、いやでもやりたいって言ったら全力で後押しはしてあげる、うん、では夢に向かって進む姿ってかっこいいやん、輝いてるやんか、そうであってほしい。だから年いくつになっても年齢関係なしにやりたいことに全力でやれる人って輝いてると思うんだよ。そこに周りの目とか自制心とか働いてやめて後悔したらもったいないと思うんだよね。だから子供にも言ってね、もし何かやりたいことがあったらやれ、全力でやれって、人生に失敗はないって、気づいて失敗やと思ったらそこで後戻りはできへんけども軌道修正はできるから、いい経験として残るから、どれだけ失敗してもいいよって言ってるよね。ただね、ごめん食べながら喋ってもらったら分からへんね、大事な話だよね、ここテストに出るから大事です。ね、人の目で気にする価値ってゼロやったと思うね。人の目気にしてできへんのと、人の目無視してやんねやったら、どっちが経験積めるか。でもね、ただ一つだけあっちゃうのは後悔に。後悔どころじゃない、あとどうなんも手術機能修正できへんこと一つだけはね、それ何かって言ったら危険と隣り合わせのことで命を捨てることはすごくナンセンス。だからレースにしてもそうやし、まあスタントにしてもそうやし、まあいろんな危険がある、命の危険が、まあ山登りにしてもね、ロッククライミングにしてもやけど、サーフィンにしてもそうやし、どんなスポーツしてもどんなもんやけど、うん、自分の命だけは守れって、それ以外はどんなことしてもいろんな失敗、金銭的にも時間的にも地位的にもね、その自分の何を失敗しても這いずり上がることはできるけど、命捨てたら終わっちゃうやんか、うん、まあ次の人生あるかもわからんけどね、でもそういうのリセットは効きません。だからそこだけ気をつければ好きにやればいいと思うね、うん、ってあっちゃんは思ってる。だから子供がなんかやりたいって言ったら全力で後ろから押してあげたいなと思ってんねんね、うん、今ね、パパママが変身する大改造、パパが素敵に大変身って言ってたけど、ジーンちゃんのね結構コーナーで、あじゃあ結構このコーナー好きで見んねんけど、うん、でね、うん、娘お父ちゃんの夢をね娘ちゃんに託して、娘ちゃんが全力でやってる姿すごくかっこいい、うん、うん、なんか熱くなっちゃうけどね、こういうのね、いいなと思う。うちの子はね、まあ、今のところレース興味がないからね、ないねんけども、うん、やりたいって言ったらやらせてあげたいし、で、まあ、違うこと、うん、やりたいなってやらせてあげたい。だからほんまにね、ちょっとこんなこぼした、ちょっと待って。だからね、ほんまに今、まあ、ゲームでもそうやねんけど、ゲームやりたいって、やらせてあげんねん、そのゲームが何かにプラスになると思ってる。言ったらね、ゲームすることで脳が活性化される、クリエイティブ感が出るってあっちゃうもんね。で結構ゲームって悪のように言われてるけど、ゲームってこう脳を活性化させてひらめきとか発見とかをね促す。だからね、そういう何て言うかな、開発者とか、うん、ひらめきとか芸術家とか、そっちの方が開眼したらなと思って、うん、子供にはゲームやらしたりですね。今も特にね、ゲームはスポーツからね、e スポーツって言われるやから、もしそこで極められて e スポーツのね、プロプレイヤー、まあ、ゲーマーって言われるけど、ゲーマーとかで結構みんなバカにされたり、今はね、よくバカにされて、ゲームなんか所詮ゲームやって言われるけど、マジでやってそこを極めるぐらいの勢いでやるんやったら、ゲームもあっちゃんはいいと思うね。なんかこれ結構世間では偏見が多いのが、やっぱりゲーマー
ゲーミングプログラマー、あと言ったらね、あとまあアニメーターなんかでもそうやと思うしね、結構だからちょっと昔だったら漫画家とかっていうのがちょっとね、やっぱり夢を追うみたいなこと言われるけど、最近ちょっとね漫画家とかはこう夢をとかじゃなく漫画特に半分青いとかで漫画何度もやんだけどもね、うん、そうなんだけど漫画家なんかでもやっぱりそのちょっと夢を追いすぎみたいなところがあったりとか、でもちろんほんまにそれ極めていっても一握りどころじゃないね、ほんま一粒二粒ぐらいしかね、ピンセットでつままんとけんぐらいの、ほんまなんていうの、こんなでっかい段ボール箱にねお砂糖が入れて、そのお砂糖から一粒つまみ、まあ砂糖で何でもいいけど塩でもいいんだけど、一粒つまみ出すぐらいにしか成功せえへん世界で、もちろんね。まあ、だからそれはどこの社会でも一緒やん、レーサーでも、レーサーももっと狭いからね。この人口の中、まあ、全員が目指してへんけど、この人口の中、まあ、レーサー人口ってこうピラミッドになってるけど、頂点の F1 なんかね、年間28人かしか生まれへんねんからね。うん、そういうほんまにね、極めた人しかできへん。でも、不可能じゃないんよね。27人も席があるって考えたらね。それと一緒で、だからね、可能な限り自分の人生をそこにかける。で、かけたことで失敗してもいいねん。それで、なんていうの、得た知識、得た技術っていうのは他で活かせるってあっちゃ思うよね。で、今日、半分青いでね、すごい良かったね。これ今日、朝ごはんの時話そうと思っててん。なのに、いらんこと話したらかなり時間経っちゃったやろ。もう、半分30分近く喋ってるから、うん、目がね、かすんで全然字が見えへん、細かい字見えへん、ほんまかまめ、うん、だから、ね、そんな感じで、また何か動画でまた話したいと思います。半分は今日すごかったね、よかったね、ストーリー。まあ、簡単に言ったらね、人の言葉を信じないといけない。人を信じないといけない。いろんな誘惑とかね、いろいろあっても人を信じないといけない。で、それは何かって言ったら自分を信じないといけないっていうね、ところのすごいいい描写があったから、これみんな話したいなと思ってて、また違う動画で話します。はい。ということで、今日のあっちゃんの朝ごはん、この辺で終わりにしたいと思います。では、またね。バイバイ。今日のあっちゃんの朝ごはん、ニヤダレのようなもので、チーズトーストを作ってみました。よかったよと思ってくれたら高評価を。応援コメントとかね、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。